それで今回あの発売新発売となりましたアナキーワイルド、一番右側のタイヤになりますけれども、とにかくオフロードを楽しみたい、そして、そこへ行くまでの行き帰りのオンロードも楽しく安全に走りたい、そういうユーザーさんをターゲットにして、開発されました。今日はあのオンとオフ両方のコースを体感いただけるコースを用意しましたので、ぜひその辺のところをご体感いただけると幸いでございます。本日はよろしくお願いします。はい、では、これからミシュランアナキーワイルドの、商品説明について、説明していただきたいと思います。はい、ミシュランの、このアナキーワイルドは、全ての、様々な、路面状況で、最高のパフォーマンスを発揮するために、新たなトレッドデザイン と、コンパウンドを、を採用いたしました。それによって、一番のオフロードでの、走破性はもとより、オンロード、オフロードでの、性能、特に耐久性ですね、こういったものを、高次元でバランスするために、新しいデザインと、コンパウンドを採用しております。はい、こちらのパターンを、ご覧ください。こちらはフロントタイヤのトレッドパターンですけども、フロントタイヤに関しては、優れたハンドリング性能を、実現するために、このような、パターンを採用しております。特に、ブロックの配列を最適化したことによって、オフロード路面でよく見られる、石管ですね、これを抑制するような、ブロック配列を採用しております。さらに、タイヤのショルダー部分ですね、このブロックの配置を、インとアウトで、バランスよく、配置することで、優れた、ハンドリング性能を発揮するような設計になっております。さらに、ショルダー部分の、トレッドのブロックとブロックの間に、こういったブリッジを、施すことによって、オンロード路面での、コーナリング性能がより、安定するようなパターン設計になっています。ぜひあの後ほどですね、タイヤの方の展示もございますので、ぜひ皆さん現物見ていただいて、あ、これかというふうに確認いただければというふうに思います。はい、で続きまして、リアタイヤですね、リアタイヤに関しては、今ご説明したようにですね、ブロックとブロックのブリッジも施しておりますし、ショルダー部分のブロックの配列をインアウトに、設計したというのは全く同じです。さらに、リアタイヤに関しては、オフロードでのトラクション性能をより高めるために、ブロックのパターンをですね、少し緩やかなあのカーブを、デザインすることによってオフロードでのトラクション性能を発揮しています。これにより、リアタイヤに関してはトラクション性能とスタビリティを実現するような、パターンの設計となっております。はい、次ですね。はい、こちらは、トレッドブロックのデザインなんですけども、特にフロントタイヤは、優れたブレーキング性能とステアリング性能を発揮するため、リアタイヤに関しては、優れたトラクション性能を発揮するためにブロックのデザインをですね、縦方向の入力に対して最適な接地面を確保するために、傾斜を入れています。この赤丸の部分をちょっとご覧いただきたいんですけども、フロントタイヤとリアタイヤはそういった性能を最大限発揮するために、傾斜角を、入れております。これにより、優れた、接地面を確保するような設計となっているブロックを採用しております。はい、で、最後にトレッドコンパウンドのところですけども、このミシュランアナキーワイルドという商品は、オフロード性能をベースに、妥協しないオンロード性能を確保というのが、一つの売りになっています。そのためにオフロード路面での優れた走破性をもとより、例えばこういったウェット路面ですとか、そういったところでの、安全に快適に走れるというところをベースに、コンパウンドも開発をしております。さらに、様々なライディングコンディションによって、発揮できる、高い耐久性も実現しております。で、最後ですけども、サイズラインナップになります。まず3月1日の時点で、
フロントの 12070R19 とリアの 17060R17、 これを先行発売しております。で、今後、春シーズンに向けて、フロントの 180R19 と、リアの 15070R17 を発売する予定になっています。で、今後また新たなサイズも、予定をしておりますので、これは発売が決まり次第、皆様の方にはご案内させていただきたいと思います。で、今回のタイヤはですね、プレミアムデュアルスポーツ向けの商品に関してはラジアル構造を採用しております。ただ、ターゲット車種に応じて、内部構造を最適化しておりますので、同じアナキーワイルドでも今後の商品に関しては、バイアス構造のものもございます。はい、で最後になりますけども、ミシュランでは今ミシュラントータルパフォーマンスというタイヤ作りの哲学を持っております。これは、冒頭でもご説明しましたが、全ての性能に妥協しない。まず一つのベースは安全に快適にライディングを楽しんでいただく。そのためにタイヤができる持てる性能というのに妥協しないというのがこの、キーワードになっておりますので、このアナキーワイルド、特にオフロードの性能をベースとしているんですけども、オンロード性能も担保しておりますので、今日のこういったコースでぜひ皆さん、そういったバランスの取れた、性能をご体感いただければというふうに思います。